はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5やっていきたいと思います。キャンペーンモードですね、独立が終わったところで植民地時代から世界大戦時代に入ったところになります。ちょっとね、幸福度が 50% 切ってるので、これ以降は任期とかはないんですけれども、確か選挙でね 50% 下回るとゲームオーバーになっちゃうんで、幸福度にも気にしつつ、街の開発を進めていきましょう。ようこそ我らが兄弟よ。今日君と君の一族は世界を動かす重荷を知る数少ない者たちの仲間入りを果たしたのだ。新世界機構への君の加入を心より歓迎する。これが会員証と儀式に使用する探検トローブだ。会費の徴収は毎月第2月曜日に行う。君はまだ加入したばかりであるから、引き続き私が君の案内役として君の活動をサポートしよう。何かあるときは私に連絡するといい。連絡できんの？あれ、ロードが入った。え、次ミッション次変わんのか。特殊な関係、さまざまな要求に対処しながら資源を輸出しろ。え、バオバオか、ここでやるのか。ちょっとまだちょっと経済難度とかは最低にしておこう。バオバオってだいぶ砂漠だよね。砂漠とかでも、ああ関係あるか。農作物は砂漠じゃ育たないからね。農業中心にはできないか。とりあえず地形を見てみましょう。ついに私の進化が認められた。昔から世界を支配する側に回りたいと思っていたのだ。彼らはその影響力を駆使し、私を新しい島の総督に任命した。そして新入りの力を証明せよとばかりに、私にアメリカの大統領と友人になれと要求してきた。新世界機構はその影響力をアメリカにも広げるため、私は実行役として選んだのだ。正直明日カウボーイ連中と気が合うとは思えないが、やってやらないことはないだろう。特殊な関係、こいつ結構能力高いよね。ここが君の新しい島だ。新世界機構は君がアメリカ大統領と友好を深めることを望んでいる。君の友人であるペネルティーモが力を貸してくれるだろう。彼は人に取り入る術に長けた男だからな。ペネルティーモも優秀だよね。アメリカ大統領はこのような南国のことが経済的に栄えるのは不可能だと言っているようだな。トロピコの経済を発展させて、その考えが間違っていることを証明するがいい。そうすれば彼もこの島に興味を持ち、友好を深める機会も訪れるだろう。輸出によって5000ドル稼ぐ。アメリカ大統領がトロピコを訪問すると。ちょっと一回止めよう。お金はまた最初からか、2万から始まるんだね。輸出による収益、これを増やせと。でまた島は最初からか。一応宮殿があって、住宅があって、トウモロコシがあって、運送業者があって、建設業者があると。2万円があるんだったらどうかね。ごきげんよう。今日は帝国の代表者として私からあなたに交易の権利を提供いたします。プラチナパッケージにしてみようか。よし、買ってしまったプラチナパッケージ。で輸出を見よう。タバコ、ウール、木材とかはちょっと微妙だね。バナナが1120円で売れるってことは結構高値で売れるね。バナナにしようか。バナナに、そうするとさ、これもバナナにしちゃっていいと思うんだよね。別にトウモロコシである必要はないんで、これ自体、うわーバナナちょっとよろしくないな。ってことはバナナをこっちに作るか。農園のバナナ、バナナはこっちの方がいいねやっぱり。あと、あ、ここでもいいのか、バナナ地帯は。バナナ地帯は、ちょっといろいろと、あれだね、マス目が、なんていうの？削られてるから、悩むな。バナナは難しいね。
でもやっぱりこっちの方がいいんだな。ここに作っちゃおう。ここにバナナ地帯を作りますと。で、これはバナナでいこう。我々の敵を倒すため陛下は天才的な計画を思いつかれました。奴らに食料を送り続け、肥満と怠惰で滅ぼしてしまおうというわけです。まずは食料の生産を行う必要がありますが、陛下は牛が良いのではないかと提案しています。陛下のご要望に応えることができれば任期の延長や、その様々な恩恵を受けることができるでしょう。そうか、また任期があるのか。牛を一つ建設する、任期6ヶ月延長ということで、ちょっと忙しいね。牛これかで、牛はやっぱり上の方がいいよね。こっちの方がいいのか。なのでなるべく緑だとここだよね。でこっちに道路をじゃあつなげましょうと。 OK、 よし、とりあえずこれで時間を進めるか。バナナにしてあるよね。港はねやっぱりね2つ欲しいね。もう1個ちょっと交易を深めたいので、ここか。さらに道路、最初にちょっとだいぶお金を使っちゃってるけど、それはもうしょうがない。あれ、なんだこれは、まっすぐ行けないな。ここはできないのか。そう、なぜかねこれ間が空くんだよね。何なんだろうな。で、あんまりね急カーブにしてもしょうがないんで、1400円使って即座に作る必要もないんで、今は待ちですね。出来上がるのを待とう。輸出による収益を5000ドルか。でもさ、輸出による収益5000ドルってそんなに難しくないんじゃないか。適当にさ、もうバナナ何個か輸出してればすぐ5000ドルに到達するような気がするんだけど。あとここに鉱山があるね。鉄か。あ、ここにも鉱山がある。あ、図書館建設しないといけないんだ。そうすると帝国の植民地におけるあなたの業績を称えるため、まあ、最初はやっぱりコップの5000円にしよう。これで一回時間を止めてタスクを見よう。図書館だね。なんかさ、また最初からみたいな感じになってんね。ただ初期のお金が1万円プラスで多いんで、それはかなり助かるかな。じゃあまたこの近くに図書館を建てましょう。さあ、どん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 開発をしてくれ。新世界なんとか機構だっけ。忘れちゃったけど。よし、港が作られていく。住民もいきなり100人いる。あれ、もともと何人だったっけ一番最初って。637円が輸出されましたと。で、港ができたら、もう一個バナナに船を当てよう。とにかく輸出だな。だってさ、もう2200円だよ。一瞬で終わるんじゃない。アメリカ大統領が訪れてまたどうのこうのってなるのか。図書館ができたら、スコップから建設していきましょう。建設というか研究か。で、また一族を置けるのかな。そうすると陛下の攻撃計画の第一段階にゴーサインが出されました。植民地に住む者たちは皆我らの敵に対して食料の輸出を開始していただきたい。あれ、肉ってさ、この牧場からも肉は排出されんの。あ、肉も産出されない。肉とミルクが両方産出されるのか。で、まずシャベルからいこう。 OK、 シャベルを開発したら鉄をね、こっちにもう道路敷いちゃうか。
なんか余計なものを建てる前にインフラを整備しておきましょう。このままよし、 OK。 ちょっとまたシャベルがないんで。4人の住民がトロピコを去りました。マジだ、なんでこれから発展していくというのに何がそんなに不満なんだ。よし、来た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 。これは輸出してんのか。トロピコの経済力には目を見張るものがある。まるで私の国が挑発されているようにすら感じるよ。ぜひとも君の島を訪れたい。受け入れの準備をしてくれたまえ。大統領が1ヶ月後に島を訪れます。受け入れの準備って何、なんか必要なの。大使館とかだって作れる、作れないと思うんだよね、そういうのは。まあなんか言ってくるかな、作ってほしければ。だって別にないよね、受け入れるような高級住宅街とか関係ないしね。まあ、このまま取っておきましょう。他者との間に絆を作りたいのであれば、最も手っ取り早いのは一緒に酒を飲むことです。肝臓の友は心の友とも言いますからな。私があなたのオフィスを訪れる際にいつも酒瓶を持っているのはまさに同じ理由からです。アメリカ大統領はギャンブル好きで有名です。彼との賭け事に勝利してその場で死ぬほど飲み明かせば親不思議。彼はもうあなたの大親友です。もちろん二日酔いが冷めてからの話ですがね。3種類の賭けに勝利する。報酬、アメリカ大統領と友人になる。3種類の賭けって何。君は誠に大したものだ。しかし帝国から厳しい税金や規制を課せられているこの島にとって大規模な農産物の輸出などは到底無理な話であろうな。もし達成することができたら私から報酬をプレゼントしよう。貿易の便宜を図ってもいいし、技術研究に協力してもいい。農産物の輸出によって1万の収益を得る。アメリカ大統領による援助。農産物は今別に出荷してるもんね。ここら辺なんだっけ、バナナも輸出してるからね。帝国はトロピコから固定資産税を徴収することを決定しました。司法に携わる私の友人によると、今回の決定の背後にはイスラロホの意思が働いているとのことです。このようなことをして彼らにどのようなメリットがあるのかは謎ですが、あなたたちにとって苦しい決定となったのは確かですな。帝国は毎年建設された建物ごとに50円の税金、宮殿も含まれる。マジか、あんまり建物多すぎてもダメってことなんだな。ただそれもね、輸出によって全て賄いきれれば全く問題ないからね。農作物による収益はまあ徐々に上がってきてますね。またタスクが発生。総督、あなたのオフィスでこのような本を見つけました。伐採キャンプか。伐採キャンプは作っていきますか。じゃあ、もちろんね、木がいっぱいあるところがいいんで、こっちの方はねもうほとんど木がないんで、じゃあこっちの方に進出をしていきますか。向き的にはこうの方がいいかな。で、宮殿の方から、あ、間違えした、道路をつなげていきましょう。まずこれを適当にこっちの方に伸ばそう。で、あとはこのところからこう。よし。で、伐採キャンプを作るとすると木材があるね。ただ木材、板材までいければ結構な収益になるのか。板材はね、我々の研修チームで、よし、シャベルできるようになったので、鉱山やりましょう。まだ1万円以上あるのでなんとかなるかな。ちょっと期限が3年10ヶ月か。あなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきています。これは島に呼ぼう。ちょっと人が欲しい。で、研究をどんどん開発して、とりあえず
砦を1個作りたいよね、ここら辺に。なんか海賊とかが攻めてきたらやられそうだからな。肉の輸出はだいたい今3分の1くらいか。鉄ってどうなんだ。鉄ないか。ココアがやっぱり高いね。密輸業者か。帝国との友好度が下がるんだよね、密輸業者は。確かに高いんだけど、帝国からのね、750円、帝国からの支援はないのか。いつも5000円くらいもらってたんだけど。いやー、ひどいなー、本当に。もう一個港が欲しいね。やっぱりね、3個くらいあるとだいぶ便利なんだよね。ただ基地の分もね、マス目を確保しておかないといけないんで。あとはお金が溜まって、肉の輸出が3000くらいになったらまた何かイベントが起きるかな。素晴らしい知らせです。カマも OK ですと。なんか低予算でできるやつがいない。2000円か。まあ、やっとくか。バナナはこれも2000円か。まあ、やっとくか。何かを育てるだけなら誰にでもできる。だが牛の牧場を使って利益を上げてみろと言ったらどうする。匂いもきついし、こいつは簡単なことではないぞ。とはいえあまり条件を厳しくするのもフェアではないから、牛に関する製品なら何でもよい。わしの方はオペラハウスの建設費用を払うか、役所手続きに関する知識を、行う。役所手続きはいくらあっても困るものではない。牛に関連したもの、牛に関連したものってさ、だから結局さ、ここでいいんでしょ。肉とかミルクとか、とりあえずこれでなんとか賄えるね。よし、タスク総督、いわくつきの者たちではありますが、新しい輸出を我々のあなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきています。革命派をどんどん呼んでこう。人材はいくらいても困らないからね。こういうところに多分図書館とかにね、配置してくれるから、優秀な人材は。で、元々のトロピコ住民はね、そんなに頭いい人いないんで、学校もないしね、まだ。この同志マルクスの書いた本ですが、読めば読むほど誰かが私の書いた文章を盗み出す。カウボーイも OK。じゃあ引き続き、まず砦が欲しい。で、監督、板材か。板材も早めになやっておきたいんだけど、これはどれも重要だからね。順番に行きましょう。で、10000円。収支のバランスは今どうなってる。めちゃくちゃマイナスなんだけど。汚職はゼロか。支出は何が高いんだ。どうする。もう一個こっちの方に作る。港2500円だからね。どこに配置すればいいんだか分かんねえよ、これ本当に難しすぎるんだけど。海岸に配置する必要がありますって言うけどさ、配置できるポイントがさ、なかなか見つからないんだよね。こういう向き、こういう向き、こういう向きじゃないでしょう。海にね、面してないといけないから、こっちに配置するか。こっちが簡単そうだよね。よし、ここにしよう。じゃあまた道路をつなげますと。ちょっと待ってね。こう、OK。で、ここら辺にちょっと砦を建てよう。どうやら私の見通しは間違っていたようだ。見事なものだな。君の成功に乾杯しようではないか。報酬を約束していた。憲法の規範、憲法の技術を獲得、交易ルート、収益性の高い2種類の交易ルート。どっちもいいね。まあ交易ルートにしておこう。何をくれた、結局。収益性の高いもの、これだって密輸業者でしょ。肉超高え、2500円とか。マジか。
ちょっと待って、バナナ一石排除してこれにしよう。で、肉はもう作ろう。あと何がある？アメリカ的なやつ。木材。木材もたっけ。よし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 、ちょっと時間を止めよう一回。で、肉やね、肉。肉を作ろう。農園。じゃなくて牧場か、肉は。肉、肉、肉。これだ、肉。今、俺は、肉に、ハマっている。ちょっとどんどん上に行っちゃうね。なるべく、そうだよね、こういうところに置いた方がいいから、道路はまたここから通すとして、どういう感じだ？難しいな。まあいいや、ここに配置しておこう。で、道路をここからこうやって通す。OK。で、さらに肉と、あ、でも木材はもう板材があるからいいのか。ということは、肉と今あるバナナを解除して、木材を投資しよう。よしよしよし。そしてさらにこの港ができればまた一つ輸出ができますね。牛による収益はちょっと伸びが悪いけどしょうがないかな。帝国の負担を分かち合おうというスローガンのもと、予算の削減を決定し、それに伴って固定資産税の増額も決定しました。ひどいな、100円になってんだけど。10個で1000円でしょ。これちょっときついね。プレジデンテ、教育はとても重要です。これか。私を見ればお分かりでしょう。私があの世界で最も名高いとやって噂され、休暇の時ではない。それどころではないのだよ、今は。大統領との賭け、牛による収益っていうか、あれが人気がちょっと減ってきてるね。なんか人気が増えるイベントはないのかな。総督、私の秘密の友人。てかさ、港ってどう、新設された？あなたの努力のおかげでギリギリ間に合ったか。革命の機運が高まってきています。で、ルートはもうアメリカが調達してくれたんで、どん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 人を呼ぼう。優秀な人材を呼んでいこう。ここはだってもう優秀な人材が来てるからね。どうやら帝国は君のことをかつてほど好意的には見ていないようだな。君をこの危機的状況から救うため、私は現在様々な裏ルートを駆使して解決策を探している。ああ、なるほどね。固定資産税を貸して君の足を引っ張ろうとは奴らも考えたものだ。こうした動きを操っている者の正体は未だ判明できないが、このような形で我々の計画が妨げられるわけにはいかん。解決策が見つかり次第君に伝えよう。君の味方は新世界機構だけだということを忘れるな。未来の道は我々の計画の中にのみ存在するのだと。あと2年6ヶ月か。ちょっと任期が厳しいよ。任期が収益をどんどん喜ばしい知らせです。我々はようやくてで、これはね、作っておこう。ちょっと待って、砦があるかどうか。固定資産税の徴収を回避する方法を発見したぞ。だが君にもある程度の負担はしてもらう。分かっているだろうが、組織が全ての面倒を見てくれるとは思わないことだ。我々は知恵を提供するが、その知恵が生かされるかどうかは常に君の行動次第だと思え。我々は賄賂をつかませるべき相手を取ってきた。しかし東京の財政は帝国の会計官によって厳しく監視されているため、賄賂の金は君の懐から捻出する必要がある。スイス銀行の口座を使って賄賂を渡す。固定資産税の徴収が停止する。OK。 1000円くらいあったよね。ある、大丈夫なはず。OK、 これでとりあえず固定資産税はなんとかなったか。あとは牛による収益がやっぱ若干伸びが悪いから、牛をちょっと1個、もう1個作るか。牛、ここは牛だね。で、そうするとこちら辺もまあまあまああれか、緑か。少し開拓地を広げるか。こういう向きにして、いや、ちょっと待ってね。こういう向きにするか。で、道路をこっから伸ばしてくるから、なるべく上、ここら辺にしよう。で、一回時を止めて、道路。で、ここの
を上に伸ばすと、よし、これでとりあえず建設業者とはつながって、探索だね。ちょっと上を探索していこう。まずこっち。戦場は地獄っすよ。よし、で、あとは、そうか、この砦を一つやりましょう。ここかな。若干金も減ってきたけどもうしょうがないよね。あとは輸出に頼もう。木材の輸出、これがもうちょっといけるかな。木材2つ。あれ、木材とあれってどっちがいいんだっけ。肉のが全然いいわ。木材1個やめて、肉の輸出にしよう。あとは肉がきちんと生産できてるかだよね。タスク、安い農産物を輸出して儲けることはできても、お偉い本国によって搾取されている貧弱な経済状態では、資源を基盤にした堅実な国家運営などはきっとできまい。この島には天然資源を大量輸出する力などないはずだ。伐採じゃなくて採掘および伐採による資源の輸出によって1万を得る。はあ。ただここの鉱山はつながってるでしょ。もう一つこっちもやるか。帝国の植民地におけるあなたの業績を称えるため、これは10ヶ月延長だな。1年延長でかいからね。鉄をやろう。まずは例によって道路をつなげる。で、もうこっから行こう。こっから横にどんどんつなげていこう。ちょっと待って。ちょいちょいやっていかないとね、道路が曲がるんだよね。いや、まあいいと言えばいいんだけど、あんまり曲げすぎるとね、ルートがやっぱり良くないんで。で、こっちの方は開拓終了だな。今は砦を作っているのか。建設業者、もう一個てか運送業者だな。運送業者をここの島縦に長いからね。あなたの努力のおかげで難しいんだよね。革命の機運、私はその時研究チームの者たちと野球をして、監督が OK か。で、伐採についても今木材を輸出してるから大丈夫でしょう。我々は労働者たちに、雇用をしよう。管理者を雇用する。ここができればな、余裕で管理者を雇用できるんだけど、ここら辺とかって管理者誰がいるんだっけ。経営者ね。発掘王、発掘王をやろう。発掘王、よし、ここに発掘王を雇いましょう。大実業家、マックスまでやった時か。あなたの努力のおかげで、どんどん人材を、闇取引に関与する私の友人、東大か。東大っていくらだったっけ。3400円。まあこの辺でいいでしょう。東大が出来上がったようですな。これは大幅にしよう。人気を増やしていく。陛下はあなたの島が未だ未開な状態でいることを愉快に思われておりますが、帝国の植民地におけるあなたの業績を称えるため、この表彰状を渡すようにと。金はちょっと欲しいね。金は多分ね、その肉とかの交易ルートがあるから大丈夫なはずなんだよね。よしよしよし、だいぶ輸出されてるね。で、そうするとやっぱり運送業者がちょっとここら辺に一つ欲しいな。どんどん運送してもらおう。インフラで運送業者を一つ作ります。建設業者じゃなくて運送業者。これはこういうところでいいでしょう。別によくわかんないけど。で、さらにちょっとね、軍備的なものは管理者で将軍だな。将軍、うちのバーナードミカミックス。研究の結果、板材には建物の建設。よし、板材も OK と。紙、お役所、手続き、憲法と。こっちの方にな、1個作れるかな、基地を。砦。あ、ここがいけるか。よしよしよし。ここにしよう。で、ただ攻められた時はさ、山に囲まれてるから、大丈夫そうだね。陸地までには入ってこないかな。
輸出状態は悪くない。牛による収益がちょっとそうですね。っていうか採掘の方が先に1万に突破するか。大統領との賭けはこういうことだよね。でただこれは人の中にやればいいわけでしょ。またもや実現したというのか。まったく君には驚かされるな。よし乾杯と行こうじゃないか。アメリカの陸軍の半分をいただきたい。砦を無料で建設、これいいな。我が軍の半分をもらったところで大した役には立たんさ。何せ現在アメリカ陸軍に所属してるのは37名の志願兵のみだからな。最近行われた研究でもアメリカの陸軍はブルガリアの陸軍よりも小規模であることが判明している。まあいいや、とりあえず、何にせよ軍備はね重要だからね。いいね、無料どうする。割とちょっとね海岸からみんな攻めてくるんで、海賊的なやつらは。ただもうここら辺には置けないよな。どうする、ここに置いとくか。ここに置いとこう。内陸のところまで攻められたときにこいつらが出撃してくると、そういう感じにしよう。で道路をつなげマスト。 OK。 お金は大丈夫だね。やっぱりね輸出が重要だよ。見事なものだ。いや自分の間違いを気づかされるというのは決して悪い気分ではないな。これまでになかった視点を得ることができる。オペラハウスか役所手続きか。まあ俺もちょっとオペラハウスがいいな。無料でね建物がね建てられるっていうのは結構いいんで、オペラハウスを建てちゃいますか。オペラハウスってこれか。よし、結構でか結構でかいね。これはこういうところか。ここが入り口だよね多分。なのでまあ適当にここら辺に立てておくか。ベチョッと。さらにタスクがあります。帝国は再び固定資産税のレートを倍にしてきました。私の広大な情報ネットワークにより、今回の決定の背景にはイスラロホの総督が絡んでいることが分かっております。この情報は特別にタダにしておきますよ。今のあなたには払う金もないでしょうからね。この税金が陛下の意思でないとするなら、イスラロホの宣戦布告することを強くお勧めします。なるほど。あなたからの報告書を陛下が直々に調査した結果、この島の開発計画には重大な欠陥があることが分かりました。島の構造物の一部はあまり効率的に稼働していません。いくつかの、建造物に関してはその効率を上昇させる技術がすでに開発されておりますから、こうした技術の活用にもっと資金を費やすようにと陛下は望んでおられます。改良した農園を2つ所有する。農園か。そろそろアメリカに帰らなければならない時が来たようだ。まずはお礼を言わせてくれ。君の客としてこの美しい島で過ごす中で、私はとても多くを学ぶことができた。今私は大きな喜びに包まれている。それは自らの思い込みの多くが間違っていたことを知られたからであり、君に賭けで連戦連敗しつつも楽しい時間を過ごせたからであり、そしてなり君という得難い親友を得ることができた。なかなか謙虚ですね。とりあえずなんか目的を達成したっぽいね。あ、終わったという感じで、じゃあ次回はミッション戦火の片隅でですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。